鉢底石とかは水はけのいい土を使う場合には切りません。バラはこのように根さえ崩さなければいつでも植えることができるんですよね。こうやって少しここに空間を作ることがとっても過ごしやすくなる方法なんです。皆さんこんにちは。山梨県のバラ苗専門店小松ガーデンの後藤みどりです。このチャンネルでは小松ガーデンのいろいろなノウハウも踏まえ、初心者の方にも分かりやすく動画を配信しています。バラの育て方でお困りの方はぜひご覧になってください。今日は大苗の鉢増しを見ていただきます。この時期は大苗はとても成長が激しいです。枝がたくさん出てきてどんどん大きくなっていきます。ともすると朝水やったのに夕方になるとしおれてしまうなんてお困りの方も多いと思います。こういう時には鉢を一回り大きくして水をたっぷりと与えて水が枯れないようにしていくのも一つの方法です。ではその広がった土の中にたっぷりと水分も行き渡るので、すごく根がよく張りやすくなって余計に大きくなります。成長を促すためにも鉢増しはぜひおすすめなので、夏前にやっておきましょう。それでは実際にやっていきます。それでは大苗の鉢増しをしていきましょう。用意するのは8号鉢、結構深くて大きいですよね。穴もしっかり開いてます。これにネットをします。でここで鉢底石とかは水はけのいい土を使う場合にはいりません。たくさんの土が入っている方が生育がいいからです。まず土を少し入れていきます。ここで元肥を入れます。実際根に触ってもいい肥料は最初に土に混ぜておいてもいいんですが、この肥料は根に触らない方がいいので、先に入れて下の方でよく混ぜます。そして肥料の入ってない土を上からかぶせます。最初にたくさん入れてしまうとだんだん高さが出てきてウォータースペースがなくなってしまうので、あまりたくさんいっぺんに入れないようにしましょうね。最初に肥料を入れた理由は、元肥にはまあ根に触ると障害が出てしまうものもありますので、そういう場合には先に肥料を入れて、そして肥料の入ってない土をかぶせて植えていきます。重植えの場合も全く同じです。大苗の鉢増しは花が咲いてる時はなんか大丈夫かななんて思う方も多いと思うんですけれども、根を崩さなければいつでも鉢増しできます。まず、台木のところ、この下の硬いところですね、こちらを革の手袋をしてしっかり持ちます。そして鉢を上の方から少し叩きます。そうするとこのようにしっかりと、もう根鉢を根が土を抱えてこんなにできていますよね。これで崩さずにそーっと植えることができます。このまま下へ入れていきます。はい、ここでウォータースペースのだいたい5センチぐらい下がったところに土の表面がくるくらいウォータースペースを調節します。もう少し土を入れても良さそうですね。はい、ちょうどいいぐらいの高さになりました。そして正面をきれいに作って、ちょうど中央にバラがくるように置いてあげましょう。で、周りに土を入れます。これには元肥は入っていません。
この時にせっかくのこのつぶつぶの団粒化したいい土、壊さないように入れていきましょうね。むやみにガンガンつつくと土が崩れてしまって微塵になって根詰まりの原因にもなります。優しくつついて周りに平均的に入るようにします。少しずつ刺しながら棒で促していきましょう。皆さんね、いつ植えていいか悩んでしまうこともあると思うんですが、バラはこのように根さえ崩さなければいつでも植えることができるんですよね。はい、もう少し入れて、よいしょ。今度は平らにします、表面を。はい、ここでは棒も使うんですけど、指も使ってちょっと押さえますね。はい、いい感じに植え終わりました。これでたっぷり水をかけます。シャワーがいいですね。せっかくのこの粒の土が壊れないように優しいシャワーでかけてください。その時も一度このウォータースペースにたっぷり溜めて、そして水がはけてもう一回溜めてというくらい2、3回繰り返してください。最初の水やりがとっても大事です。そうするとだんだん馴染んできて調子が出てきますよ。置き場所はですね、これからとっても暑くなりますので、東側で西日が当たらないようなところが最適なんですが、もしそういう場所がなければお水にちょっと注意してください。軒下に置いたりすると黒点病も防げるので、梅雨時なんかは特に雨に当たらないような工夫ができると薬剤散布が減らせますよね。いろいろなタイプのバラがあって、皆さんもいろんな鉢も使ってやってらっしゃるので大変かもしれないんですけれども、一つ一つを丁寧に観察して育てていくのがバラ作りの醍醐味ですから、その辺も含めてよく見てあげてください。これから山梨の夏はどんどん暑くなります。皆さんのところもそうですよね。バラも真夏になると日を浴びて鉢も暑くなりますし、地面も暑くなります。そんな時にこのようなポットフィートや花の台、置き台があると直接暑さを根の方に受けにくくなるので、こうやって少しここに空間を作ることがとっても過ごしやすくなる方法なんです。ぜひ試してみてください。こうやって涼しくしてあげることで秋の花が順調に開花してきますので、それまでしっかりと夏バテしないような管理が必要です。小松ガーデンではこのような基本的なバラの栽培の管理の YouTube 配信しています。チャンネル登録お願いします。それでは暑さに負けずバラ管理もしっかりやって頑張りましょう。ありがとうございました。